しさも希望もまた絶望も分け合えるようになった。知りたいことがいくつもあるというのに、僕らの時間はあまりに短く、あとどれほどだろうか、君と過ごす時間は明かりが切れるのは、君のその声が優しく響いた。こんな憂いも浮いて飛ばすように、ソファーは君